般若心経、般若心経、般若心経、正式名称、繁殖ハラミタ心行、繁殖ハラミタ心経、プラジュニアパーラミターフリダヤは、大乗仏教の空、般若思想を説いた経典で、般若行の一つともされる。わずか三百字足らずの本文に、大乗仏教の神髄が説かれているとされ、複数の宗派において、読書経典の一つとして、広く用いられている。 大正新修大増強に収録されている現状三蔵薬とされる境内名は半舎原見た神業であるが一般的には半若神業と略称で呼ばれることが多い半若神業をさらに省略して神行、神行と呼ばれる場合もある各宗派において用いる場合には頭部に仏説、仏、釈迦の説いた教えや魔化、偉大なの説刀時を捨て 仏説マカハニャハラミタ信仰、仏説、マカハニャハラミタ信仰や、マカハニャハラミタ信仰、マカハニャハラミタ信仰とも表記される。現存する最古の漢訳文とされる、幸福寺、長安の中央正教助碑に彫られたものでは、冒頭、題名部分は、ハンニャハラミタ信仰だが、末尾、結びに再度題名を記す部分では、ハンニャタ信仰、ワンニャタ信仰と略されている。 なお、漢訳の題名には、教が付されているが、サンスクリット典籍の題名は、繁にゃ、はらみた、心であり、教に相当する、スー,ートラの軸はない。空章を短い文章で解きながら、末尾に、新言、マントラを解いて終わるという構成になっている。現在までに漢訳、サンスクリットともに、大本、小本の二系統のテキストが残存している。大本は、 小本の前後に序と結びの部分を過失したものとも言われている。現在最も流フしているのは現状三蔵薬とされる小本系の漢薬であり、般若心経といえばこれを指すことが多い。真言はサンスクリットの正規の表現ではない上、いろいろな解釈が可能であるため定説はない。仏教学者の渡辺昇高説、中村本説、宮坂友康説など、 異なる解釈説を行っている。1992年アメリカのジャンナティエ、当時、インディアナ大学准教授により、クマラジュ役、マカハンニャハラ密行などに基づき、現状がハンニャ行をまとめ、それをさらにサンスクリット訳したという義教説が提起されているが、これには、原田和州や石井金なりによる詳細な反論がなされている。 現存する最古のサンスクリット本、ボンボンは、東京国立博物館所蔵、放流事件の宝物の培養本、東京国立博物館によれば後、グプタ時代、7から8世紀の写本であり、これを、放流寺元、もしくは放流寺培養信業と称する。渦漢訳よりも古い時代の写本は発見されていない。オーストリアのインド学者、ゲオルク・ビューラー。 1837から1898は、伝承では577年に没した矢史という、僧侶の所持した写本で609年将来とされる。また、インド人の書者による6世紀初版以前のものであると、鑑定していた。古いもののため損傷による不明箇所が多く、江戸時代の上本以来、学会でも多数の判読案が提出されている。このほか日本には、 当時所蔵の清志仁志本などの複数の本本があり、遁行文書の中にも、本本般若心経が存在している。また、チベットやネパール等に伝わる写本もあるが、それらはかなり高性のものである。一般的には、熊羅獣約マカ繁ラミツミンマジナイヘ原密大民間寺内へが現存中最古の漢訳とされる。649年、インドより帰還した現状もまた、 般若心経を翻訳したとされている。現在、現状訳の最古のテキストとされるものは、672年に建てられた幸福寺、幸福寺の修応聖教女士中の元童聖教女の後に付加されているテキストである。2016年9月27日に、これより古い時代の661年に刻まれた現状訳の設計が、 北京で発見されたという報道があったが、内容の検証は未だなされていない。また、現状訳とされている、般若心経は、読書用として最も広く普及しているが、これは、熊羅重訳と現状訳との双方がある経典は、古来前者が、利用されていることを考慮すると、異例のことである。なお、現状訳、大繁殻原三た協天独は、 頻繁に行われるが、経典のテキストそのものを読書することは稀である。以下は、代表的なルフテキストである。なお、ラジュー役、現状役とも、ハンニャパラミツ、タ、アノクタラ三病を三母台、母薩、母大サッタ及び、最後の、マジナい、種の部分だけは簡約せず、サンスクリットをそのまま音写している。また、 現状を訳とされるテキストには半本によって、例えば下記の箇所のように、軸の移動が十数箇所存在する。日本では、仏教各派、特に法省宗、天台宗、真言宗、全宗が半若新行を使用し、その宗派独特の解釈を行っている。ただし、伝統的な仏教宗派、浄土真宗は浄土三部行を、日蓮宗、北華宗は北華ケ行、 妙法蓮華行を根本経典とするため、般若心経を唱えることはない。これは、大東宗派の教義上、ところ典以外は用いる必要がないとされ、唱えることも推奨されない。しかし、教養的な観点から学ぶことは、問題視されておらず、例えば、浄土新宗西本願寺門主であった、王や光水は、般若心経の講和録を出版している。 一般の人々にとっては、空を説く経典というより、むしろ、霊言新たかな信言の経典として受け止められており、一部には、悪霊の力を、空ずる、という解釈もされた。古くから、般若信経の利益で病気が治るという信仰があり、すでに、日本芸域にその説話が残っている。お守りとして所持したり、病気になった時に謝経して、平を祈願したりした人が多い。 江戸時代には文字を読めない層のために内容を絵に表した絵心行も制作された。桃瀬昭春、半夜心行の謎によれば、これは元禄年間に現在の岩手県日光郡の八万玄衛門という人が文字読めない人向けに創作した後、随筆によって諸国に伝播されブームとなったものであり、文字が読める人たちの間でも半事物的に楽しまれたという。 現在では、写経の際によく筆写される。また手ぬぐいなどにも印刷され、極めて普及している。解釈書も大量に出版されており、中には、般若信経の原意を取り違えたものさえあり、仏教学者が警鐘を鳴らしているような状態である。2010年9月には、J-POP 風の伴奏をつけボーカロイド、初音ミクに読唱させた動画、般若信経ポップが、 ニコニコ動画に投稿され、約2日で10万再生、約2週間後には60万再生に達し人気を博した。その後、派生動画として伴奏がバラード風のものなどが投稿され、それらを集約したコンピレーションアルバムも発売された。また、派生動画の一つ、般若心経ロックには、視聴者のコメントという形で、 般若心経の現代日本語訳が投稿されている。現代の主な翻訳及び解説としては、役者自身が肯定したサンスクリット原文を含む、中村元、木屋一義役の岩波文庫本、後進格のボールの般若心経講義、また臨済衆の僧侶の立場から解釈した松原康氏の般若心経入門、金岡周遊般若心経などがある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。